黒部ダム。黒部ダムは、富山県東部の立山町を流れる黒部川水系の黒部川に建設された水力発電専用のダムである。1956年、昭和31年着工、171人の殉職者と7年の歳月をかけて、1963年、昭和38年に完成した。貯水量2億トン。 北アルプスの縦山連邦と後ろ縦山連邦に挟まれた黒部渓谷にある黒部ダムは黒部川下流域の海に面する黒部市から直線距離で約4 0トル南東に位置し長野県大町市から直線距離で約2 0トル西に位置する県境から約3キロメートル西に位置する黒部ダムの水は平均水温4度ダム岩の取水口から 山中に掘られた、導水路、専用トンネルを通って、約 10km 下流の地下に建設された黒部川、第4発電所、黒4に送られて、ダムとの 545m の落差で発電する。この発電所の名称から、黒4ダムとも呼ばれる。富山県は、北陸電力の事業地域であるが、黒部ダムは、関西電力が建設し、 発電された電気は関西電力の事業地域に送電されている。黒部ダム建設の経緯は第二次世界大戦後の復興期に遡る。当時、関西地方は深刻な電力不足により復興の遅れと慢性的な計画停電が続き深刻な社会問題となっていた。決定的な打開策として関西電力は大正時代から 過酷な自然に阻まれ何度も失敗を繰り返した、黒部峡国での水力発電以外に選択肢を見出せず、当時、人が行くこと自体が困難で命がけだったその秘境の地でのダム建設案に、大田垣社長、当時は、黒部しかない、関西の消費電力を一気に賄える、後期7年、遅れれば、関西の電力は破綻すると決断し、資本金の3倍、 最終的に5倍の総工費で臨んだ。完成当時、大阪府の電力需要の50%、25万、キロワットを賄ったことでも知られ、東京に追いつくべく、産業も、重工業への転換がようやく可能になった。日本を代表するダムの一つであり、富山県東部の長野県境近くの黒部川上流に、関西電力が建設したアーチ式、コンクリートダム。 水力発電専用ダムで、貯水量2億立方 M、東京ドーム160杯分、高さ、包み高186メートル、幅、包み町長,長492メートルである。日本で最も包み高の高いダムで、富山県で最も高い構築物でもある。黒部ダム完成により、総貯水量2億トンの北陸地方屈指の人造湖、黒部湖、ロベ湖が形成された。 総工費は建設当時の費用で513億円。これは当時の関西電力資本金の5倍という金額である。作業員のべ人数は1、0、0、0、0、0人。工事期間中の転落やトラックトロッコなど、労働災害による殉職者は11人にも及んだ。建設現場以外でも宿舎、半場が、なだれの被害を受け87名死亡している。 1956年、昭和31年着工当時、電力開発は1万キロワットを生むごとに死者が一人、出ると言われていた。完成時、25万キロワットを生み出した、黒部ダムの建設工事で171人の殉職者を出したことは、人が行くこと自体が当時命がけだった秘境の、黒部峡谷でのダム建設の困難さを示している。また、当時、 黒部峡谷のダム建設現場では、黒部に怪我はないと言われていた。工事のミスは即、死を意味した。前述のように、黒四ダムの別称もあるが、関西電力は公式サイトなどでも、黒部ダムとしている。また、日本ダム協会によれば、黒四ダムの名は、歌唱として用いられ、後に正式名称が、黒部ダムとなった。完成時には、黒4ダムと呼ばれることが多かったが、 最近では一般に黒部ダムと呼ばれるようになっている。また、かつては図鑑などで黒部第四ダムと書かれていたこともある。黒部ダムが建設された地点は、黒部川の水量も多く、水力発電所設置に適した場所であることは、大正時代から知られていた。ただ、第二次世界大戦などもあり、黒部川の開発は、下流の千人国ダム及び黒部川第三発電所に、 とどまっていた戦後、高度経済成長期を迎えると、電力不足が発生し、関西地方では、昭和30年代、工場で、週2日、一般家庭では、週3日、使用制限が行われていた。その事態を受け、関西電力の代表取締役、当時、大田垣志郎は1956年、戦前に調査、1割強程度、計画。 設計は実施したものの、開戦以降お倉入りとなっていた黒部ダム建設事業を急遽立ち上げた。それは同社の社運をかけた大規模プロジェクトであり、近畿、関西地方への電力供給ひいては、その経済復興がかかってい、黒部ダム建設にあたって、工区を5つに分割し、それぞれに異なる建設会社が受け負った。 黒部ダム建設工事現場はあまりにも奥地であり、初期の工事は建設材料を徒歩や馬やヘリコプターで輸送するというもので、作業ははかどらず困難を極めた。このためダム予定地まで大町トンネル、現在の関電トンネルを掘ることを決めたものの、トンネル内の破砕帯から大量の冷水が噴出し、大変な難工事となった。このため別に水抜きトンネルを掘り、薬剤と、 コンクリートで固めながら、グラウチング掘り進めるという当時では、最新鋭の技術が導入され、その結果9ヶ月で破砕体を突破して、トンネルが貫通、後期が短縮された、詳細は、関連トンネルの項も参照。2006年時点での土砂堆積率は14%であり、ダム本体の耐久性と合わせて考えると、これからも、約250年は、 ダムとして機能すると見込まれていい。当初の計画では単純な円弧状のアーチダムであったが、1959年のマルパスセダム、決壊事故を受け、両岸の基礎となる岩盤を調査したところ亀裂が見つかり、予想以上に脆いことが判明。設計変更を実施し両側がウィング状に変更となった。ウィング部はアーチダムではなく重力式ダムである。 またアーチ部を川下に向かって傾斜させることにより、水圧を両岸に逃がすのではなく、下向きの力へと変化させることで、ダム下部の岩盤に支えさせる構造となっている。ダムから川へ放水する際には、霧状にしている。これは放水の勢いで川底が削れてしまうのを防ぐためである。ダム建設時、関西電力に勤務していた電力土木技術者。 技術史である一方日本美術家連盟会員や一水会会友でもあった熊沢伝恵さんは、景観デザインと色彩ダム、橋、川、街路、水辺、技報道、平成14年やダムハンドレールと景観、雑誌、電力土木、P97 から101、1991年7月号といった辞書で、 黒部ガムのダムの日下げいただき歩道の線形とハンドレールについて実際にデザインを任されたこと記述して残してある。ことの経緯は日下げいただき歩道をどうするか当時橋梁の手すりなどの資料を中心に参考資料を収集していた上司から意見を求められ実著に書いてある試験をいくつか述べると早速その日の夕方から実際に設計を任されたというもので。 6時間ほどかけてその特徴を加味してデザインを仕上げたとしている。黒部ダムは世界的に見ても大規模なダムであり、また周辺は中部山岳国立公園でもあることから、縦山黒部アルペンルートのハイライトの一つとして多くの観光客が訪れる。なお、黒部ダムを紹介するときの映像でダムから放水されているシーンがあるが、これは常時ではなく、 6月下旬、10月中旬頃に限られ観光放水と呼ばれる。ダム観光施設の運営は関電アメニックスクロイオン観光事業部が行っている。登山客の間では、下の廊下に並行して歩く日電歩道の玄関口として親しまれている。立山連峰のうち、立山の小山に登り、さらに小山神社本宮まで上がると、下方に黒べこが広がって見える。 首都圏並びに関西方面より黒部ダムを目的地とする場合、富山県側よりも長野県側よりアクセスした方が乗り換え回数が少なく容易にたどり着ける。2007年に文化庁が世界遺産候補地を公募した際、立山黒部防災大国日本のモデルマイナス振興、砂防、発電として名乗りを上げたが、山岳振興、産業施設、 自然環境を一体的に捉えること無理があるとして先行に漏れた経緯がある。建設時におけるスケールの大きさから日本中の注目を集めていた黒部ダムは高度成長期の映像、中継機器の発達に伴い様々な形で映像化されてきた。今日、建設時の模様を再現含め映像として見られるものとしては、下記のプロジェクト X のビデオ DVD や 記録映画、黒4黒部川第4発電所建設記録などで、ある。同作品の完全版は黒4ロイヤルホテルの館内放送で、ダイジェスト版は黒部ダムレストハウス3階にて、黒4物語として常時上映されている。また、黒部ダムオフィシャルサイトでも、インターネットを通じて、ダイジェスト版を6章に分けて見ることができる。まず、 建設主体の関西電力が映像化に踏み切った。実際は関西電力の委託で日本映画新社による四部作として記録されたものである。第一作は1957年製作、黒部峡国黒部川第四水力発電所建設記録第一部である。縦山連邦を越えるためにブルドーザーを分解して運ぶなど非強化で作られる。 黒部ダムの工事開始までの様々な問題、困難さが記録された。第2作は1958年製作、指定の外科黒部川第4水力発電所、建設記録第2部で、非強化で輸送路、発電所設備等を地下化すべく、原等化の工事、破砕体突破など困難を極めた、工事の模様が記録された。第3作、1961年製作の、 大いなる黒部黒部川第四水力発電所建設記録第三部はシネマスコープによる制作である。第一から二作を含め黒部第四発電所へ通水、試験運転開始までを描いている。そして完全竣工後の1963年黒4黒部川第四発電所建設記録を作成し、建設開始から完全竣工まで全ての映像が記録された。 完成直後の1963年 NHK 総合テレビジョンの技術者が放送用機材と中継用機器をダムまで持ち込みヘリコプターによる空中撮影も交え鈴木健二アナウンサーの司会により生中継放送を行った当時まだ貧弱な放送技術の限界に挑んだ中継は見事に成功し視聴者に黒部ダムのスケールの大きさと 技術者の異業を知らせることに一役買った。1968年、三船プロ、石原プロ制作の熊井池監督映画、黒部の太陽、主演、三船敏夫、石原雄二郎で、黒部ダム建設の物語が描かれた。原作は、木本正嗣、黒部の太陽、毎日新聞社、1964年。二度テレビドラマ化されている。 1969年8月3日から10月12日日曜21時30分22時26分に日本テレビ系列で放送された全11回の連続ドラマ。また2009年3月21日22日には富士テレビ系列で富士テレビ開局50周年記念ドラマ特別企画として放送されている。2001年 黒部ダム建設の模様が NHK 総合テレビジョンのドキュメンタリー番組プロジェクト X 挑戦者たちにて紹介された。この影響は大きく2002年末の NHK 紅白歌合戦では中島みゆきが同番組のテーマ曲地上の星を歌った。ただし歌った場所は黒部ダム停滞内部ではなく関西電力黒部専用鉄道。 黒部川第四電車前駅構内のトンネル内である。関西電力黒部ルートの案内人の説明によると、中島には、控室として黒部川第四発電所の紹介議室を提供。さらに中島が、放送終了後に宿泊を希望したためスタッドもども、発電所に宿泊した。この会議室は、その後、車内では、みゆき殿という通称で呼ばれるようになった。 映像化されてはいないが、山崎豊子の小説、白い巨頭でも、主人公、財前五郎が、金沢市での学会の帰りに黒部ダムを訪れている。一般に公開されていない場所も、財前は、関西電力、実名で登場の案内で足を踏み入れている。2008年には、中島みゆきが歌う、地上の星が、サントリーの缶コーヒーブランドであるボスの CM で、起用された。 その CM は、大杉さざなみが、トンネル工事の現場監督役、作業員に扮したジョーンズと共に、トンネルの掘削工事に挑むプロジェクト X で取り上げられた、黒部ダムの大町トンネル建設を真似た映像になっている。昭和30年代を時代背景とした、鉄人28号、2004年版の最終エピソード、21から26話では、人間の手による、 黒部ダム建設が困難となったという設定で、大型ロボットによる黒部ダム建設が行われ、これをめぐるストーリーが主軸となっており、最終的に黒部ダムの底には鉄人28号の残骸が存在することになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。